皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、このギーカースーパースライドというこのパズルを使ってちょっとねチャレンジをしてみたいと思うんですが、まあこれ以前も紹介したんで、詳しいパズルの内容は概要欄にリンク貼っておきます。まあここに問題が出て、この大きいピースをここまで動かせばゴールと、こういう風にね表示が出ますけど、そういうパズルなんですけど、で全500問入っていて、で今 YouTube ショートの方でその500問をまあ1問ずつね回答を紹介して、今200問目ぐらいまで行ったんですけど、でそれにコメントをいただいたんで、まずそのコメントを紹介します。いつも楽しく拝見しています。この動画シリーズ見るたびにいいねしてますよ、ありがとうございます。ところでこれはいわゆるファーストテイクですか、それとも貝を見つけてから撮影してるのですか。貝を見つけてからというのであれば、ぜひ初見チャレンジファーストテイクの動画を見てみたいですというコメントをいただきまして、で YouTube ショートの方はまあ短いので、一応この問題をね、例えば198だとしたら198の位置にまずパーツを置いて、でまあさすがに初見だと時間かかるので、ちょっと解いてみて、まあ、回答を見つけたら、見つけた回をそのショートで動画で紹介しているという感じなので、まあファーストテイクではありません。なので今回は完全にファーストテイクで、区切りで200問目からね何問解けるかと。で制限時間、そうだな、15分にしましょうか。なので15分でファーストテイクでどのくらいまで解けるのかチャレンジしてみようと思います。ちなみに今ですから一応ね、まあ、自力で200問目の手前ぐらいまでは解いてるわけですよ。でやっぱりなんとなく解き方というか、最後ここにね移動させるその位置、なんて言うんでしょうね、定石というか、ここまで行けばこのパーツスライド行くだろうみたいなのがなんとなくまあ分かってきたというかなので、まあ多分最初にやり始めた時よりは解けるんじゃないかな。ただもちろんだんだん難易度も上がっていくんですけどね。ということで今回はこのギーカースーパースライド、ファーストテイクで何問まで、15分で何問まで解けるかチャレンジしてみようと思います。15分ね、制限時間15分で、今199ですから200問目からやってみよう。じゃあ押したら200問目が出ますから、それに並び替えてチャレンジしてみようと思います。いくよ、3、2、1、よっ。でこれ今200問目が出ます。これもちろん初めて解きます、200問目で。こうでしょ、でこうでしょ、こうか、これね。でスタート、まあここまで移動させればいいので、どうだ、とりあえず動かしてみる。これだと無理なんだな、これでも無理で、ここがここか、これをこうやって、ちょっとね、もちろん最短ルートじゃないですけど、これでいけるよ。あ、いけないわ。あれ、ここが違うのか。これか、これか、上に行けばいいんだけど、いけないから、ちょっと違うな。もう一度最初からやろう。こうでしょ、こうか、こうでしょ、でだからこっちだとダメだから、動かすのは最初はこっちなんだよな。あ、そうか、ここに移動させればいいのか。でこれをここに移動させるときに、でここに2個入ればいいんですよ。これでいける。お、いった。まず1問目クリア。202になっちゃった。これ201問目ですね。
さっきと似てるけど、まあこれ連続でこう問題が出るんですけど、まあやっぱりちょっと前のと似てるパターンのがこう何個か出続けたりするので、これも似てるね。だからさっきの応用でいけるんじゃないの？だから、あ、そうか、これを一個上に動かさないといけないのかな。とりあえずこれだと、いける？これじゃいけないのだよね。そうなんだ。もう一個横棒を上に移動させないといけないんですよね。だから、一回こっちじゃ無理だし。ん？どうだ？あ、こうか。これで、ここまで持ってて、これをここに移動させての、こう行って、こうですよ。ほら、もうここまで行けばね。おお、クリア。OK。で、202問目です。あ、縦が多くなった。よっ。で、パーツ数は、ちなみにこれ長い棒が今5本で、小さいパーツが4つなんですけど、長い棒はこれ5本で全部なので、まあこれ多分今200何問目ですけど、最後までこのピースの数は変わらないはずです。これ以上ピース長いのはないんでね。とりあえずこれだ。ちょっと変化球だな。でもこうしかないんだよな。これを次どうするか。こっち？こっちじゃないよ。こうだよな。こうでこの後どうするかですね。とか言って。いや、なんかこれ違うね。いや、これなんか難しそうなやつだな。こうでもないし、違うな。ん？ここに入る？いや、入らないな。こうでもいかないから、ん？これ難しいな。もう一回最初からやる。ちょっとこれは時間かかりそうですね。ここは関係ないから、とりあえずこれは合ってるんだよな。ここまでは。で、これも合ってて、こう行って、こっからなんだよな、でも。こうじゃ無理だし。これでも無理だから、これでも動かないから、これがやっぱりここが問題なんだよな。これをこっちに動かすのか。ん？こう。これじゃ動かないな。違うね。違うな。一個じゃ。あ、ここいけるわ。これ、あ、これいけないのか。これじゃいけないのか。ここを、あ、でもこれじゃ戻っちゃう。
いや、難しいよ。これできない。ここで時間を食ってしまう。いや、違うな。あ、こうか。これでいけない。いや、いけないな。あー、でも方向性は合ってるな、今の感じだな。まずこうやって、でこうやって、ここまでは合ってて、問題はここなんですよね。いや、でもこのパーツはこれか、そうしかないから。うん、ここはやっぱりな、ここがよ、こうでしょ、こうでこうでこうでしょ。じゃあこうやってこうやって、ここまでは OK で、問題はここからだから、こうではないし、こうでも無理だから2個動かすしかないのか。で、問題はこれなんだ。これ1個戻すとダメなんだよなと。うん、戻せない。この2個、ここまではよくて、問題はこの1個がね。こうか。いや、こうでいける。これだといけない。あ、いけるいける。おう、オッケー。で、123、なのでこれで、最初から4問目か。次がこうなってこうなってこうですね。15分なんで、あと4分ぐらいか。これは簡単そうだけど、いける。これがね、これがね、とりあえずこっちじゃないとダメなんですよね。一回行ってみると、これが引っかかるからダメだから。あ、でもこれやったことありそうなパターンだな。そうしたらこれをどうしたらいいんだ？あ、ここか。こうだ。OK。これで、こう移動させまして、こうじゃないな。あ、そうだ。これでこうやって、このパターンはね、もう解けます。これを、どうだっけ？こうじゃん。あ、違う、こっちだ。こっちでこうやって、で、こういって、これで解けますよ。ほら、OK。で、次。あ、まだ15分には。おお、すごい。204番。やっぱなんとなくその解けるパターンというかね、この形になったらいけるだろうみたいなのが、やっぱり最後は大体同じになるんで、これがどうだろうな。これまた変わってるな。こうじゃないよね。こうじゃないよ。
すいません、今メモリーカードの容量がいっぱいになったので一回タイマー止めて変えました。なのでほぼ編集なしです。でどうだ、あとだから2分ぐらいですよ。こうじゃないもんな、こういく、あ、これでいける、これでだからいやでもこれじゃ無理だよな、こうでも無理。こうか。あ、なんかいけそうだけど、これはいけないよね。いけないんだけど。あ、こうですね。これで、このパターンもあるんだ。ここで両側こうやって、こうね。おお。で、もう1分ある。205問目です。1分で解けるのか？あ、でもシンプルだな。あと1分ですね。いや、なんかいけそうなんだけど、いけないんだろうな、これ。こうだよね。どうしても。こう言って問題はこのやつをどう持っていくかなんだよなぁ。あ、こうでいける。あ、そうか、これをね、これをね、これをここじゃなくて、ですね、こうだよ。ここに持ってくればいけるんだよ。こうでしょ。あ、違う、こうだ、こうこれで、あ、いけない、ここじゃない。ここじゃなくて、こっちか。あ、やばい。あ、いけない。あれ？あ、違うわ。こうじゃない。あー、15分過ぎた。あー、くそ。とりあえず、これは解きましょう。いや、でも、15分で初見で、200、今これが205問目なので、200、201、202、203、204、5問は解きましたね。なので、だいたい、1問、まあ、平均3分ぐらいか。で、解けます。いや、さすがに、毎回やってるだけのことはあって、だいぶパターンがわかるようにはなってきましたね。これがこうやって、問題、これがどこ行くかなんだよな。で、これが、こう。あー、そうか。これがここに行って、だからこれが上行かなきゃいけないんだな。こうですよね。で、ここに行って、こうです。あー、惜しかった。まあ、とりあえず、ギーカスーパースライド、ファーストテイクでやってみると200問目からですけど、1問大体、3分ぐらいでは解けるという結果になりました。いやー、やっぱり慣れたんでしょうね。まあ、個人的な見解ですが、結構早いとは思います。やってみて。いやー、結構解けましたね、15分で。5問か。いや、素晴らしい。ということで、これ500問あるので、今 YouTube ショートの方で200問ぐらいまでで、今も解いたのも、あとでそちらで一個ずつ紹介していきますけど、ぜひそちらも楽しみにしていてください。なのであと300問ぐらいでね、500問全部制覇するんで、まあ、大体毎日か2日に1回ぐらいはアップしているのでね、そちらもぜひお楽しみに。で、このギカスーパースライドも今のようにね、非常に問題数多いですし、楽しいパズルなので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。